軽トラっぽくない。軽トラ特有のこのガタガタガタじゃなくて、スクラムの5速のギア比が 1.000、 ハイゼットの4速のギア比が 1.000 なんで、室内めちゃくちゃ静かです。こんにちは、 ANA 好き研磨屋アナです。はい、今日はやっと軽トラが届きました。まあ、っていうでも9月ぐらいには届いてたんですけども、ちょっとバタバタしててレビューとかできなかったんで、やっと今レビューしようかなと思います。今回買った軽トラがダイハツのハイゼットトラックジャンボという軽トラで、ジャンボって言われてるので、天井も高くなって、あと室内も広くなってるんです。運転席と助手席の後ろ27ミリぐらいちょっとこうスペースができてて、前まで乗ってた軽トラは荷物置くのにちょっと助手席の足元に置いたりとか助手席に乗せたりとかしてたんですけども、後ろに27ミリの室内空間ができたので、その後ろに荷物を乗せたりとかできるので、すごく快適に乗れるようになりました。グレードはジャンボ SA3T とかいうやつで、5速マニュアルです。何かしらでマニュアルの車運転しときたいなと思って、軽トラだけはマニュアルにしてます。スマートアシストがついてるということで、いわゆるサポカーなんですね。ということで、フロントにステレオカメラ、2つカメラがついてて、それで人、車、レーンの逸脱ですね、ああいうのとかも検知してくれる、まあ、ちょっと安全性の高い軽トラにしました。それとバックする時も、後ろにセンサーがついてるので、障害物が近づいたら、ピーピーからピピピピピまで音で警告してくれるやつなので、すごく便利です。こういう説明よりも一回今から乗ってみたいと思います。はい、ということで今からこの新しい軽トラ、ハイゼットトラックジャンボですね、をちょっと運転してみたいと思います。パワーウィンドウついてたり、あとあの集中ドアロックとかついてたり、機能的にはいい感じの機能がいっぱいついてるやつです。あ、そんな感じでちょっと行ってみます。もうあれですね、まずそうですね、走り始めの感じは、前がなんですね、マツダのスクラムトラックっていうやつですね、まあ、スズキのチャリーか、スズキでいうと、まあ、スクラムトラックなんですけども、それよりは室内めちゃくちゃ静かです。なんかこう、ほんまに静か、エンジン音とかもあんまり聞こえへんから。そうですね、室内の音、まあマイクで撮った感じがどうかわからないですけども、多分静かやと思います。前はすごい室内エンジン音とかロードノイズとかめちゃくちゃ響いてたんですけども、今も全然普通に走ってるんですけども、めっちゃ静かではないですけど、静かですね、前の軽トラに比べては。あとこの振動とかもすごい、こう軽トラ特有のこのガタガタガタじゃなくて、こうちょっとこうクッション性があって、乗り心地もすごいいいですね。シフトノブなんですけども、1速2速入れるシフトノブが滑らか、こう前のやつだったらガリッガリガリッガリガリガリッって入れてたのが、今もスコッスコッみたいな滑らかに入る感じですね。あとは室内が広いですね、やっぱり天井もだいぶ高いですし、後ろまあね、さっきも見ていただいたみたいに荷物を置けるところがちょっとあったりとかで、軽トラっぽくない感じですね。まあ車乗ってのレビューなんか初めてやから、何喋ってもいいか分からへんです。あとあれですね、めっちゃこうマニアックなことを言えば、その前のスクラムトラックの1速から5速のギア比、ギアとギアのなんかあるんですけどね、あれと今回のハイゼットトラックのギア比が若干違うんで、こうエンジンブレーキとかが感じがあんまりうわーんとかなくて、すごいこう2速から3速とか3速から4速とかのギアのつながりかなとかも、すごいこっちのハイゼットトラックの方が滑らかな気はします。その
クラッチつないだ感じでもちょっとゴーンってこうノックっていうんですかねっていう衝撃もなく、なんかスムーズな感じでいい感じですね。一番今いいなと思うのはとにかく静か、車内めっちゃ静かです。外の音もあんまり聞こえないですし、はい、今こう走ってるのは高山技研の周辺走ってます。なんで遊びに来られる方はこの道を覚えていただいたらおそらく高山技研に到着するはずです。そうですね、前のスクラムトラックやとこう今止まってて2速で発進するんですけども、その時にもちろんタコメーターはないんですよね。タコメーターってのは回転、エンジンの回転数を示すメーターなんですけども、タコメーターがないんでエンジン音でこうクラッチつないだりとかするんですけども、その音がすごいスクラムトラックは聞き取りやすかったんで、2速の時にこれぐらいの回転数でつないだら演奏せえへんなーってのが分かるんですけども、今回ほんまに音静かなんで、つないでのかつないでのかちょっと分からんぐらいな感じやから、一回演奏したんかな、その時ってあれいつの間にか演奏してるわみたいな感じで全然回転数足らんかって演奏したとかもあったんで、まあしつこいようですけど、何回も言いますけど車内は静かってことですね。もうこれティッティッティッティっていうのはあのあれですね、指示器ですね、ウインカー出してるんですけども、さっきもウインカー電子的なティッティッティみたいな感じでなんかちょっと可愛らしい感じです。僕はどっちかやったらあれかな、機械的のが好きかな、カッチカッチのが好きですね。いつも5速で走ってた頃がずっと4速で走ってるっていう、それぐらいギア比がちょっとあれなのかな、ギア比が何かはよくわからんけど、初言表カタログに書いてるやつを見たらスクラムの5速のギア比が 1.000 とかいうので、5速がでも IZ の4速のギア比が 1.000 なんで、スクラムの5速と IZ の4速は多分おそらく同じギアを使ってるんで、まあ、その分 IZ5 速入れると静かなんかなと思いますね。まあ初めてのレビューやったんで伝わったかどうかちょっとわからないですけども、まあレビューっていうよりか僕のドライブ映像ドライブ動画を見てもらったかなと思います。まあそんな感じで今回はダイハツのハイゼットトラックジャンボのレビューしてみました。はい、いかがでしたか。まあ見た目はあんな感じで緑っぽい青っぽい軽トラなんですけども、乗り心地は乗用車に近いかな。まあ前の軽トラが結構すごいバネがちょっと硬い感じでガタガタガタみたいな感じだったんですけど、ハイゼットトラックはすごいこうちょっと柔らかい感じなイメージがあって、すごいこう乗用車みたいな感覚で乗りやすかったです。あとハンドルが前の軽トラはちょっとこうちょっとトラック感みたいなハンドルやったんですけども、今回のハイゼットトラックはちょっとこう乗用車みたいな感じの角度になって、ちょっとこんな感じで運転できるので乗用車の感覚に近いかなっていうところですかね。でもちろん車内でも言ってたみたいに車内すごく静かで、エンジン音とかもあんまし聞こえないですかね。ロードノイズもまあ多少マシになってると思います。それとやっぱりびっくりしたんが、後ろに 270mm の空間があるので、その空間を利用してこう運転席をリクライニングできるので、すごくこうリラックスして運転できる感じですごく良かったです。やっぱりもうさっきも言ったみたいに天井も高いので圧迫感がないですし、こう普段使いに全然使える軽トラかなと思います。見た目軽トラなんでちょっとこう抵抗あるかもしれないですけど、僕はもう全然普段でもあの軽トラやったらいけるんじゃないかな。サポカーもついてるのでちょっと安心して運転できるかなと思います。まあ、そんな感じで仕事以外の普段でも使えそうな素敵な軽トラ、ダイハツハイゼットトラックジャンボを紹介しました。この動画良かったらいいねお願いします。チャンネル登録もお願いします。それと SNS、Twitter、Instagram もやってます。よかったらフォロー、いいねもしてください。最後までご視聴ありがとうございました。